もシュートです。さあ、今回もいいフットボールアプリの動画を撮っていきますけれども、今回はですね、50戦無敗、まあ47勝3分けだったと思うんですけど、まあそのスカットをちょっと今回は紹介していこうかなと思います。まあ連勝はね、28か29ぐらいまで行ってたかな。で、配信で昨日ね、一回引き分けちゃって、それで連勝記録途絶えちゃったんですけれども、まあそこまでずっと連勝でしていけましたし、それ引き分けて、もう一回配信で引き分けちゃったんですけど、そっからまあ20試合ぐらいですかね。ほとんど勝って、まあ直近の最後ぐらいになんか一回引き分けちゃったかなっていう、まあそんな感じだったんですけど、まあ実際順位も、まあなかなか上の方まではいけましたね。レート2148か9の、まあ20何位とか、そんぐらいまでいってて、まあちょっと今はね、無敗とか言ってて申し訳ないんですけど、若干負けちゃったんでね、2097と少しだけ落としちゃったんですが、まあそれでもかなり、まあ、このスカットに関しては高い勝率を、まあ、維持できてたかなと思うんで、まあ、ちょっと紹介していきますね。今回紹介したいスカットっていうのがこちらのですね、3223、まあ、昔ながらの僕がめちゃくちゃ好きだった疑似 3CF の形ですね。まあ、チームスタイルショートカウンターで、まあ、なかなかね攻撃的に見えるとは思うんですけれども、まあ、ここ DMF アンカー1枚入れて、まあ、その選手にラインダウンの指示を入れてるんで、まあ、実質守備時は、まあ、ここの中央のセンターバックになって、まあ、433みたいなそんな感じにはなるんですかね。サイドハーフも、まあ、一応相手のサイドハーフとかいたら多少守備はしてくれますし、4バック 1DMF 2サイドハーフで守っていくっていう、まあ、守備時はそんな感じになるんで、まあ、別に今の環境的に考えてもそこまで守備が弱いフォーメーションではないと思いますね。まあ、なぜこのフォーメーション結構使い始めたのかというと、まあ、昔からね疑似 3CF で、まあ、この三角形の形っていうのはすごい好きだったんですけれども、まあ、最近やっぱり近い距離でつなぐのが結構強いなっていう感じがしてて、まあ、いつもの4141だったり、まあ、それから紹介してた4222ガチスカでもね、ちょっと最近使ってますって紹介してましたけど、まあ、僕的にはやっぱ攻撃5枚のフォーメーションの方が好きで、で2ボランチがね攻撃時にいたら、まあ、やっぱり横パスとかつなげてビルドアップもやりやすいんで、まあ、サイド詰まった時に1回2ボランチ経由して横パスつなぎながら縦ドーンと当てて、そっから近い距離で細かくつないでスルーパスとか使いながら崩していけるっていうのもありますし、でこの方面一番いいなって思うのが、まあ、やっぱりねここの CF だったり ST の選手っていうのがものすごい抜け出してくれて、まあ、1個飛ばしからの間から飛び出す形だったり、まあ、つないでいって1個ずつつないでいって抜け出した選手を使うっていう、まあ、とにかくパスでの崩しがものすごいやりやすかったですね。まあ後でも試合の映像を見せていくんでそれ見た方が分かりやすいとは思いますけれども、 DMF から例えばサイドハーフにパス入れて、まあサイドハーフから CF 使って、その間にここの ST とか、まあこっちの CF の選手が飛び出してるから、飛び出したタイミングで使ってあげるとか、いつもの4141だったり4222みたいな、まあちょっと CF とか OMF でサイドバック釣ってサイドハーフ飛び出させるっていう形もできるし、相手のサイドバックとセンターバックの間を簡単に使っていくこともできて、選択肢さえ無限に持てる人ならどん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 ね、もう自分の好きな強い崩しを使っていけるっていうのがこの褒めの強みになってるかなと思いますね。まあ人選のポイントだけちょっと解説してもう試合に行こうと思うんですけれども、まあセンターバックとかいつも通りやっぱ好きな選手を置くべきかなって感じはしてて、まあ、ここの DMF の選手がラインダウンでセンターバック中央のセンターバックになるんで、まあ、ここのサイドの選手は左サイドバック右サイドバックになるっていう、そのイメージを持ちつつ選手を選ぶっていうのが大事になってきてますかね。で DMF、まあ、アンカーと非アンカーのビエラ置いてますけれども、まあ、ここはね2人とも守備固い選手を置いた方がいいかなっていうところはもちろんなんですが、まあ、非アンカーの選手だったら、まあ、このビエラみたいにディフェンシブ入れて、まあ、このラインダウン入れてあげるっていうのが大事だと思うんですけど、まあ、アンカーの選手だったら元からねもう全然プレイスタイル的に上がらないんで、まあ、カウンター食らった時でもそもそもアンカーはもうディフェンスラインのちょっと前にいるぐらいなんで、すぐセンターバックのこの中央に入ってくれるから、まあ3バックカウンター時だけ3バックなっちゃうみたいなラインダウンのたまに起こる欠点っていうのも起こりにくいんで、まあアンカーの選手ジューベルト・シューバーだったり、まあエジミューソンとかライカールトとか、まあザカリアとかもジャンプは低いですけど守備は強いと思うんで、そのあたりの、まあ、守備しっかり数値持ってて足も速くて、まあ、できれば空中戦強くてっていう選手のアンカーの選手にラインダウン入れれたらベストかなっていう感じしますね。でも前線に関してはね、もうここ中央ラインブレーカーにしたり、まあ、どっちも ST にしてチャンスメーカーにしたり2列目からにしたりとかいろいろやってたんで、これが正解っていうのはない感じではありますかね。好きな選手を使えばいいんじゃないかなっていう感じはします。まあ今ちょっとベニシウス使ってますけど、まあエンバペ使ってる時間が一番多かったかなっていう気はしますし、まあでも本当誰使ってもね、まあある程度は変わんないというか、まあ結局
パスとか選手の動きっていうのが強くなってくるかなと思うんで、まあ、サイドにしっかりドリブラー置いとけば、まあ、あとは何でもいいんじゃないかなっていう感じしますね。ではちょっと長くなりましたけど試合の方を見ていきながらちょっとこのスカットの強み解説していきましょう。ではちょっと調子が良かったこの試合見ていきましょう。この時はまだ DMF ライカールト使ってたり、まあ、CF のとこビニシウススカット入れてなかったりするんで、まあ、ちょっとメンツは違うんですけれども、まあ、その辺はあまり気にすることなく、お相手さんは 4-2-2-2 の、まあ、鉄板の形でしたね。まあ、さっきの紹介してる時とは違って頂点にラウタロを置いてラインブレーカーを置いて、まあ、左 CF にメッシ、右にプラティニっていう、まあ、そういう感じにはなってましたね。まあ、ここ守備陣見てもらったら分かる通りライカールとしっかり中央のセンターバックにすぐ降りてきてくれるんでアンカーなんで、まあ、そんなにこうカウンターの時とかでも3バックになってしまうとかいう恐れはそんなにないかなと思いますね。だここちょっとミスってボール奪われるシーンなんですが、まあ、ライカールとしっかり下がってますし、まあ、ちょっとここは下がってる途中で縦パス来たんで前めない位置で奪いましたが、でこのシーンもちょっとここクリアされちゃうんですけれども、しっかりライカールとねもうここまで下がってきてくれてますし、まあ、そんなに、まあ、そのディフェンスの弱いっていう部分もあんまり感じなかったかなと。さあここはプラティニラウタロとつないでプラティニで運んでいって、まあ惜しかったですね。シュート打ってもよかったかな。近い距離でのパスって、まあ、相手もねカーソル変えたりとか守備大変だと思うんで、まあ割とねマッチアップとかもそんなに引っかからないし結構強いですね今。でさあここまた守備のシーンですね。ライカールとかしっかり下がっててここをガツッと奪って、まあやっぱ4バックいるんで守備の安定感っていうのもあるかなと。ニコウィリアムスでこねて横つないで、まあ、ここねやっぱ2ボランチいたらやり直しがね結構やりやすいんで、今のビエラとか使いながら、まあ、縦パス当てていくっていうのも簡単にできますよと。さあここはうまいことつないでメッシでゴールですね。まあここ横パスつないでからビエラでやり直してから縦パス当てれたっていうのは結構いいかなと思いますし、近い距離でこうやってつないでね、まあ、最終的に近い距離のメッシにスルーパスしてっていう、まあ、いい形だと思います。本当にこういうねもう本当近い距離でのスルーパスだったり、まあ、ちょっと1個奥当てて今だったらセンターバックから、まあ、そのサイドの ST に当てて CF のスルーパス狙うとかいう形も、まあ、結構ね相手のライン高かったらできたりもするんで、もう本当にこの褒めかなりいいと思いますね。でまあこれ最近僕のおはこと言いますか、割とやってるフリーキック、まあ、ちょっとお披露目にはなっちゃうんですけど、パスつないでもうシンプルにミドルですね。まあ、プラティニとかラウタロとか逆足精度が最高、まあ、頻度も最高の選手とか置いて、まあ、今みたいなシュート狙えば割とミドル決めてくれますね。でこの形がねめっちゃ強くて、まあ、相手のキックオフすぐ奪った感じではありますけれども、左右真ん中っていう感じで、まあ、1個飛ばして真ん中の間の選手に落としてスルーパス出してあげるっていうこの形がすごい良くて、まあ、言ったら3人目の動きですかね、まあ、どの選手に最後スルーパス出すかっていうのを、まあ、1人目ぐらい、まあ、今のメッシあたりのところで考えといて、まあ、そこからパス1個奥飛ばしたりして繋いでいくっていうそういう形が大事なのかなと。でまあ前半は3対0と、まあ、シュートも0に抑えれてなかなか良かったですね。でまあこの開幕のシーンもなかなか良かったと思うんで、まあ、ちょっと見ていきますけれども、まあ別に開幕っていう感じではなかったですけど、まあ、ちょっとちょこまかつなぎながら、まあ、詰まってきたら1回ねちょっと 2DMF 使いながらこんな感じで落として、まあ、横パスつないながらつなぎながら縦パス合ってるタイミング伺って、でここ細かくつないで、まあ、ここまたメッシ最後持っていってあげてスルーパスですね。まあ、唯一メッシだけパス後を入れてたと思うんですけど、メッシ抜け出させるイメージでちょっとため2人でつなぎながら作りつつ、まあ、メッシが抜け出すタイミングでスルーパスを出してあげるっていう、まあ、そういう感じの近い距離でのパス交換での攻撃でしたね。結構3人目の動き意識できてたと思うんで、まあ、個人的には結構いい形の攻めだったかなと思いますね。パス交換っていうよりも、まあ、誰を最後に持っていくかっていうのがしっかり明確になってたからこそ、まあ、繋いでゴール決めれたのかなと。でまあいつも通りなここでね奪ってから、まあ、ちょっとショートカウンター仕掛ける感じで一旦左持っていって、まあ、右のサイドハーフ抜き出させるっていう、まあ、こういう形も全然できますね。最後外しちゃいましたけど、やっぱり前線5枚いたり、まあ、CF とかがその辺の中央が3枚いるんで、まあ、よりここのサイドハーフとかも簡単に使えるかなと。さあここは、まあ、ちょっと繋ぎ悪いか、まあ、でもそこのカウンターも、まあ、しっかりライカルと下がってて、ビエラも割と低い位置、サイドバックとか釣り出されたら下がってちょっと穴埋めたりしてくれるんで、まあ、結構いいですね。さあここはニコウィリアムス特殊ダブタキャンセル今回。ここも長い距離 ST にパス当てた時点で最後サイドハーフ抜け出させるイメージ持ちつつ一旦 CF 経由してそっからスルーパスっていう、ここで ST から直接サイドハーフ使っててもちょっとねライン低かったと思うんですけど、まあ、より高い位置にニコウィリアムスが走れたからこそもう1個かわすだけで、まあ、点が取れたっていう、まあ、そういう理想的なシーン
ーンではあったと思いますね。まあキャンセル効果もだいぶ強い。でまあスーパーサブ前線5枚入れ替えて、まあ最後のシーンですかね、6点目決めるところなんですけど、まあここ横パス繋いでからインパクトでズバーンと当てて、まあここもう一回サイドハーフ、まあ左使ってもよかったんですけど、まあ右もねいっぱい選手いるんでちょっと右狙ったっていう感じ。まあここは若干前目の位置でボール奪ってカカでキープして、まあカカの推進力さすがなものありますし、まあこれちょっと取られたらもったいないですけど、またここなんか転がってきて奪い返して、まあここもう一回ワンツーでゴールですね。まあこの辺りぐらいの攻撃から個人的には結構好きな形ではありましたかね。横つないでからインパクトで縦入れつつ、ちょっと攻撃のギア上げて、まあ、うまい感じに、まあ、ここね、ここで点取れたらベストだったんですけど、でもまあ、その後のね、ゴール前の局面でのシーンも、まあ、2人引き継げれてたんで、まあ、ワンツーできるかなと思って、まあ、しっかり見れてたかな。まあ、こんな感じで、この試合は6対0で終了でしたね。まあ、いかがでしたでしょうか。まあ、サイドハーフからここの CF に当てて、真ん中 CF 使ってから、逆のサイドハーフ使うとか、いろんな攻撃の形あったと思うんですけれども、まあ、ぜひ今の試合の攻めとかを参考にしながら、まあ、横パス繋いで、縦パス当てるとか、3人目の動きをしっかり意識して、まあ近い距離でパスつないでためを作ってあげるとか、そのあたりさえ理解してれば、まあだいぶ攻めやすいとは思うんで、まああとの最後の局面とかは自分のアイデア次第でもあると思いますが、もうそれなりにもうほんとやっていけると思うんで、ぜひ一回使ってみてほしいなと思いますね。それでは今回これで動画の方やっていこうかなと思います。チャンネル登録とかぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。